ボルフバング・パウリ、ボルフバング・エルンスト・パウリ、ボルフバング・エルンスト・パウリ、1900年4月25日から1958年12月15日は、オーストリア生まれのスイスの物理学者。スピンの理論や、現代科学の基礎となっているパウリの排他率の発見などの業績で知られる。アインシュタインの推薦により、1945年に、1925年に、 行われた排他率、またはパウリの原理と呼ばれる新たな自然法則の発見を通じた重要な貢献に対してノーベル物理学賞を受賞した。パウリはウィーンでボルフガング・ヨセフ・パウリとベルタ・カミラ・シュッツの間に生まれた。エルンストという彼のミドルネームは名付け親の物理学者、エルンスト・マッハに敬意を表して付けられた。父方の祖父はユダヤ人で名の知れた。 出版社の経営者だった。パウリは、ウィーンのドブリンガー・ギムナジウムに入学し、1918年に優秀な成績で卒業した。卒業わずか2ヶ月後に18歳の彼は、アインシュタインの一般相対性理論に関する人生、最初の論文を発した。彼は、ミュンヘン大学に入学し、アルノルト・ゾン・マーフェルトの下で研究を行った。 1921年7月に彼は、水素分子イオンの量子論に関する学位論文で、博士号を取得した。ゾンマーフェルトはパウリに、ドイツ語の百科事典エンジグロープギデ,デアマシマティスケン、ウィスンシャフトン、数理科学百科事典の相対性理論の記事を、執筆するよう依頼した。パウリは、博士号取得の2ヶ月後に、237ページにも及ぶ記事を完成させた。 この記事はアインシュタインに賞賛されて、モノグラフとして出版され、今日においても、この分野の標準的参考書となっている。パウリは、ゲッティンゲン大学で、マックス・ボルンの助手として1年間過ごし、翌年には、コッペンハーゲン大学の理論物理学研究所、後のニールス・ボーは研究所に滞在した。その後、1923年から1928年まで、彼は、 ハンブルク大学の講師を務めた。この時期のパウリの研究は、量子力学の現代的理論の構築に寄与した。特に彼は、ハイタリズや非相対論的スピン理論の定式化を行った。1929年5月、パウリは、ローマカトリック教会を脱退し、12月に、ケーテ・マルガレーテ・デプナーと結婚した。この結婚は長く続かず、1930年に、 離婚している。離婚後まもない1931年初め、ニュートリノの仮説を提唱する直前に、パウリは深刻な精神的不調に悩まされた。彼は、精神科医、心理学者で、パウリと同じく、中立近郊に住んでいたカールグスタフ・ユングの診察を受けた。パウリはすぐに、自分の、原形無の解釈を始めるようになり、難解な心理学者、 ユングの最高の生徒となった。まもなく彼は、ユング理論の認識論について科学的な批評を行うようになり、ユングの思想、特にシンクロニシティの概念についての説明を与えた。これらについて二人が行った議論は、パウリ・ユング書館として記録されており、アトムアーキタイプ、原始と原型というタイトルで出版されている。1928年、パウリは、 スイスの中立ヒ連邦工科大学の理論物理学の教授に任命された。1931年にはミシガン大学の客員教授として渡米し、1935年にはプリンストン高等研究所に滞在した。1934年に彼はフランカ・バートラムと再婚した。この結婚生活は生涯続いたが、彼らの間に子供は生まれなかった。 1938年のドイツによるオーストリア併合によってパウリはドイツ市民となったが、このことは翌1939年の第二次世界大戦勃発と共にユダヤ系であった彼の身を危うくすることとなった。パウリは1940年にアメリカへ移住し、プリムストン大学の理論物理学の教授となった。戦争が終わった1946年に彼は、 アメリカ合衆国には帰化せず、チューリッヒに戻り、その後の生涯の大半をここで過ごした。1958年、水臓んを発病した。パウリの最後の助手を務めたチャールズ・エンツが、チューリッヒのロート・クロイツ病院に入院していたパウリを見舞った時、パウリは彼に部屋の番号を見たかね、と尋ねた。彼の病室の番号は137だった。彼は、 生涯を通じて微細構造定数が1、137に近い値を持つのはなぜかという疑問を考え続けていた。1958年12月15日、パウリはこの病室で没した。去年58歳。パウリは物理学者として特に量子力学の分野で数多くの重要な業績を残した。彼は論文を執筆するよりも同僚。 特に親しかった、ニールス・ボアや、ベルナー・ハイゼンベルクなどとの間で長手紙をやり取り、するのを好んだ。彼のアイデアや、成果の多くは、論文としては発表されず、書簡にのみ残され、手紙を受け取った人物によってコピーされたり、回覧されたりすることが多かった。パウリは、自分の研究成果が彼の名前で紹介されないことになっても気にしなかった。以下に挙げる成果は、 パウリの業績として名前が残されているもののうち最も重要な仕事である。1924年、パウリは分子線スペクトルの観測結果と当時発展しつつあった量子力学との間にあった矛盾を解決するために新たな量子自由度のモデルを提案した。おそらく彼の仕事の中で最も重要なパウリの排他原理である。この原理は 同じ量子状態には2個以上の電子が存在できないというものであった。その後、スピンのアイデアがラルフ・クローニッヒによって考案され、翌年にジョージ・ウーレンベックとサミエル・ゴーズミットによってパウリの提唱したこの自由度が電子のスピンに相当たることが明らかとなった。1926年、ハイゼンベルクが現代的な量子力学の理論である。 行列力学を発表した後でパウリはこの理論を用いて水素原子のスペクトルを理論的に導いた。この成果はハイゼンベルクの理論の信頼性を保証した点で重要な結果だった。1927年、パウリはスピン演算子の規定としてパウリ行列を導入し、これによってスピンの非相対論的理論に解を与えた。この成果は ポール・ディラックに影響を与え、後にディラックは相対論的電子を記述するディラック方程式を発見した。1930年、パウリは放射性同位元素の原子核崩壊で中性粒子が存在することを予言した。ディー・ベレイ・ディアクティブ・ダ・メイン・ウント・ヘレン、新・アイナル、放射性新思粛女の皆様と題して、リーゼ・マイトナ、他宛に送られた12月4日の書簡において彼は、 ベータ崩壊で放出される粒子のエネルギースペクトルの連続性を説明するために、それまで知られていない中性で質量の小さな、陽子質量の1%質序の粒子の存在を明言した。1934年に、フェルミがパウリの提唱した中性粒子に、ニュートリノと命名し、自分の放射性改変の理論に組み込んだ。ニュートリノは1959年になって、 初めて実験的に観測された。1940年、パウリは量子上の理論にとって重要な成果となるスピン統計定理の証明を行い、反整数のスピンを持つ粒子はフェルミオンであり、整数スピンを持つ粒子はボソンであることを示した。1953年、王立協会外国人会員選出。パウリは実験が下手であり、よく実験装置を壊していた。 その噂が広がると、パウリが実験装置の近くにいるだけで装置が壊れるという伝説が広がり、彼のこの奇妙な能力に対して、パウリ効果という名称が付けられていた。パウリ自身もこの評判を知っており、パウリ効果が現れるたびに喜んだ。物理学に関してはパウリは完全主義者として有名だった。この性格は彼自身の研究だけでなく、 同僚の仕事に対しても発揮された。結果的にパウリは物理学の両親として物理学のコミュニティの中に知られるようになり彼の批評を受けた同僚は彼の疑問に答える義務を負うこととなった。パウリは自分が欠点を見つけた理論はどんなものでもガンツフォルスチ完全な間違いとレッテルを貼って酷評することもあった。かつて自分が誤りを見つけたある論文に対して彼が ダスイストニッシュとニューアニッシュとリクク、エスイストニッシュとアインマルホルスッチ。この論文は、間違ってすらいない、正しいとか間違えているとかという次元さえ至っていない、と述べた言葉は有名である。また、逆に自分の仕事をパウリに認めてもらうことを彼らは、パウリの誤彩化を得ると言っていたという。物理学会でのパウリに関する有名なジョークとして、次のようなものがある。パウリは、死後、 天国で神への配越を許される機会を得た。パウリは神に、なぜ微細構造定数は1、137.036という値を取るのかと尋ねた。神は頷いて黒板に向かい、凄まじい勢いで数式を書き殴り始めた。パウリは、非常に満足げに神の様子を眺めていたが、しばらくして突然頭を激しく振り始め、言った、全然間違っている。 パウリの論文、ケプラの科学的理論構築に与えた、原型的イデアの影響にて、彼のプラトンやピタゴラス的な世界観を、シー・ジー・ユングと共に記しており、それは、彼の友人であり、物理学者のベルナー・ハイゼンベルクの著書、限界を超えての、第3章に要約されている。ハイゼンベルクによれば、体験したデータから、自然法則が引き出せるという純粋な経験主義では、 なく、感覚的知覚と概念、もしくは感覚的知覚とイデアを結びつけるものを探し、それをユングの原型の論の中に見出していて、原型のようにイメージが先行しているという見解の、源流は哲学者、プラトンの思想である。西洋思想では、19世紀の科学が客観的な物質的世界を生み出したが、東西を問わず、 古くから多様性を超越して一体性を体験しようとする神秘主義があり、この2曲が相互的であることを認める必要があるとした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。